はい、お願いします。えー、リモートでもスマートな Unity 研修。僕の作ったサンプルプロジェクトで非エンジニアの新卒にも Unity を完全に理解してもらった話は始めます。よろしくお願いします。はじめに自己紹介ですが、えー、自分はクラブ所属の竹内あやとと言います。新卒として入社し、現在で3年目で Unity のクライアントエンジニアをやってます。最近は 今回の発表にもあるように、新卒研修にも関わっています。まずは、新卒全職種向けユニティ基礎研修を行う意図について説明します。タイトルに、全職種向けとある理由がこちらです。開発職の方だけでなく、企画職や制作職の方も、プロジェクト配属後はユニティを使うことがよくあるので、プロジェクト側の教育コストを下げるために、ゲームエンジンについてや、 Unity ではどういったことができるのかということを説明し、かつ、Unity の最低限の操作方法を身につけてもらうためです。次に、Unity 基礎研修のスケジュールについてです。Unity 基礎研修のスケジュールは、えー、こちらで、ゲームエンジンの説明から入り、Unity についての説明を行い、残りの時間は自前で事前に用意したサンプルのゲームを元に、 Unity 自体の操作説明実習形式で行いましたこれまでは去年の研修資料を流用する流れでやっていたようなのですが今回は資料をあまり使わずに実技ベースでものを行うように一新してみましたで、講義内容についてです、えー、ゲームエンジンや Unity 説明の部分に関してはどういったものがエンジンなんだよっていうのだったり Unity とはこういう感じなんだよっていうのは軽く説明しただけだったのでちょっと今回は割愛します まずは、えー、非エンジニアの方の開発えー、企画職や制作職の方が、Unity を動かす上で一番基礎になる部分や、開発職の方と連携する上で必要になる部分を説明しました。講義の際に使用する Unity は、事前にバージョンをこちらで指定してダウンロードしてもらっています。また、その時、バージョンが最新やそれに近いものでないことに関して、何ですかって質問があったので、それはまあ研修後に、 配属となったその上で、一つ目が、Unity のプロジェクトをクローンしてから起動するまでの流れについてです。新規立ち上げで説明するのではなく、自分が用意したサンプルプロジェクトをクローンしてもらうことで、えー、既存プロジェクトの読み込みの仕方や、初回起動時の起動時間が長いねっていう話を説明しました。次に二つ目が、 実行一時停止、コマ送りボタンについてです。このボタンを知っとかないと、ゲームの実行や一時停止、あのフレーム単位での動作確認のコマ送りができなので説明しました。3つ目は、2つ目の延離になるんですけど、実行中に編集した内容が基本的にリセットされていることを説明しました。Unity に慣れてないうちはやりがちかなと思っているんですが、実行したままいろいろな操作を行って、 実行停止すると、やったこと全部水縄になるんで、防ぐためです。自分も学生の時にやったことがあって、とても悲しかったので、そういう気持ちも込めて説明しました。四つ目が、コンソールウィンドウについてです。ゲームを、えー、これゲームを作る上で、バグや問題があった時は、大体このウィンドウに、 赤や黄色のマークとともにメッセージが出ているので、とりあえずここの内容を開発職の方に伝えたら、サポートの質や開発の速さが解決の速さが上がることについて説明しました。最後に、ウィンドウの配置について説明しました。これは他の項目と比べると重要度下がるんですけど、Unity 内のウィンドウを自由に配置、調整できるってことを知らずに、初期配置のまま不便に思いながら頑張って使い続けている方や、 ゲーム画面の前面に浮いて、ちょっと一部や半分遮ってるウィンドウをそのままにしながら作業している方に見かけたことがあったので、自分の使いやすいように配置調整したりできるのでということを紹介してきました。で、残りの時間は自前で用意したサンプルを操作しながら、コンポーネントについてはオブジェクトの配置の仕方、動かし方、おかやいくつかの機能について説明しました。講義を行う上で気をつけたことについてです。 まず先ほどもお話ししたとおり基礎についての説明プラスサンプルを用いた形式の説明を行いました。講義内容をよりリモートに適した形式に変更しようと考え変えています。 まあ例年は Unity 公式のチュートリアルを取り組んでもらっていたようなのですが困っている方がいたときに1人ずつ見ていると順番待ちになってしまってサポートするのが大変なことやそもそも詰まるのが順番なんで順番とかではなく大体同時に詰まってることが多いのでこれは手が足りないんだろうなと思って自前でサンプルを用意して動くものが初めからある状態で研修を行うようにしました。 公式サンプルではなく自用にした理由は自分の説明した内容に合わせて用意ができるからです。技術研修向けの講義であれば、例年通りサンプルを作ってもらってもよかったのですが、企画職の方や制作職の方もしっかりサポートしたかったので、このようにしています。こちらはサンプルを用意するにあたって気をつけた部分です。まず、サンプルの制作に凝りすぎないことですね。 ゲーム開発者ならあるあるかもしれないんですけど、自由にゲームを作ることに夢中になってしまって、自分のメイン業務が進まなくなりますね。実際、気をつけながらもついつい時間を溶かしてしまいそうになりました。そして、時間はあまりかけないながらも、すぐ楽しめるものを用意しようと考えた点です。Unity の基礎に触れるだけだったら、もうデフォルトのシーンにカメラやブロック、 配置するだけでも達成できるんですけどそれでは楽しくないですし興味も湧きづらいだろうと思って動き音演出また運用素などあるゲームとしてブロック崩しを用意しました一番シンプルなブロック崩しには運の要素はないんですけどそこは今回ブロックを破壊した時にアイテムをドロップするタイプとして制作することで上になっていますサンプルを投資して実習してもらったものがこちらです まず、コンポーネントについて、オブジェクトに貼り付けることで挙動が変わったり、その中にある数値や設定を変更するだけで、動きを変えることができるということや、オブジェクトの配置や位置調整が手軽にできるということは、実、まあ、業務でも特に役に立つので、優先的に説明して、他にもスクリプト、物理演算、色の変更や音の変更について、基本的なことをふってやっています。 他にもいろいろと話したり、調整したりできるように作成はしていたんですけど、全部説明しきるには時間が足りなかったことと、まあ、そもそもたくさん伝えられても、覚えるの大変だろうなと思って省略しました。他にもいくつか気をつけていたことがあって、一、まあ、つ目は話についてこれない人がいないか、こまめに確認していた点です。講義の合間合間にトラブルや不明点がないかを結構頻度高めに確認していました。例えばその中で 細かいニュアンス、これちょっとよく分かってないんですけどってことがあったら、実際それをもうちょっと詳しく調べたものを画面に共有して、写して説明したり、ただトラブルがあって作業が止まったときは、ちょっとそこの画面を共有してもらって、目視で確,確認しながら解消してもらったりです。また、質問しやすいように雰囲気についても気にするようにしてました。 リモートなんで、実行者の理解度がちょっと分かりづらいところがあって、実際、目の前で会っているときは、なんとなく把握している細かい機敏がちょっと分かりづらいんで、あまり得意じゃないですけど、自分のカメラをオンにして、表情やしぐのもとに話が伝わりやすいようにしたり、他にも専門用語は極力使わない言い回しにするとか、イメージしやすいものに現実のものに例えて、ちょっと雑談っぽく内容を説明したりするなどです。 他にも新卒研修としての流れの中で発生するトラブルについても意識しました。例えば、前日に別の講師の方から受講者の方に Git 研修を行ってもらっていたので、今回実践として、今回用意したサンプルをリポジトリからクローンしてもらうようにしたのですが、1日で Git マスターになるのはなかなかなので、何かあるかもしれないなと思っていて、対応の心構えはしていたってやつです。 実際にあった内容が期待してる感じなんですけど、Git の操作に関するものももちろんあって、それ以外にも、保存場所や保存名を実行者の方にお任せしていたら、何でもいいんだよって言ってたら、逆に、いや、何でもいいって言われたら決められ,決めれないですってのがあったりしましたね。講師をやってみた振り返りなんですが、うまくいった点がサンプルを用意してよかったということですね。休憩中にも遊んでくれてる人がいて、 まあ、興味に関心を持ってもらえているってことが分かってよかったです。また、雰囲気意識して答えたことがうまくいっていて、あリモートではあるものの、受講者の君たちが疑問やトラブルを積極的に破局してくれたことです。 うまくいかなかった点としては、画面共有の活用方法ですね。自分は画面共有をしてれば、見て真似するだけなんで、結構いいようだと思ってたんですけど、実際、受講者の方がこちらの共有している画面と自分の画面をそれぞれ確認しながら作業する必要があり、微妙な配置の差などから、スムーズに出てこれてない方がいたので、ちょっと反省ですね。他にも、より興味を持ってもらうために、 実行者同士でスコアタックやマルチ要素を足してみるなど、実行者がもっとリラックスしやすいコンテンツをコールした方も良かったかなと思いました。最後に、まとめると自分でサンプルを用意したのはとても良かったと思ってます。楽しんでもらえたっていう点ももちろんありますし、説明のテンポを自分で調整できるので、公式のチュートリアルを一からなぞるよりも時間も工夫できました。また、 リモートなので話しやすい雰囲気作りに注力した結果、受講者が積極的に質問をしてくれてよかったなというところです。そしてまあ画面共有を使ってもリモート化ではトラブル対応へ、まあ、ましい点が多かったなということです。担当した感想なんですけど、リモート対応の上、全職種向けの新卒研修の講師を受け持つというのが初めてでしたが、まあ、サンプルを作ったり、自分なりに配慮や工夫を加えて公式担当しきれたかなと思います。 ごごごあありさんありががととううざざいいいままししたはさんえー、そうですね企画職とか制作職の人がユニティを触ることって結構あると思うんですけどこうやって体系的に学ぶ機会ってあんまないと思うんでなんかすごくいい研修だなと思いましたはいそれではえー、コメントにあったものや上での質問についていくつか聞いていきたいと思います はい。1つ目が、サンプルを作るのにどれくらい時間がかかりましたかという質問ですが、いかがですかえー、かけた、これマイクオンですよね、僕。かけた時間としては、はい、だいたい2日から3日ぐらいを使ってますね。はいはいはい。あ、でも、自分のメイン業務の合間合間に、 やっててはいはい。そのぐらいな感じですね。おお、早、はい、いですね。もうちょっと時間かからなかったもはい。もっと凝っていったら、もっと増えていくんですけど、はいはい。やりすぎると、もうさっき書いた通り、あんまよくないんで。<laughs> そうですね。ちょうどいい塩梅で。はい。二つ目が、リモートでの今回の研修で、その、ズームを多分使われたと思うんですけど、はい、それはなんか、 ツール選定の理由とかってあったりしますかあ、えっ、ー、と、それで言うと、社内での診察研修は基本的にミートの方を採用してますね。あそうなんですねで。これは特別ミートが素晴らしいとかって話よりは、はい、社内で普及してるのがミートなので、ミートを使ってるっていう方が多いのかなと僕は思ってますね。あなるほど。ありがとうございます。あとは、そうですね、今年はリモートで、 去年とか対面、一と年しとか対面だと思うんですけど、はい、なんか来年もし対面とか出てきたら、どういう感じでやりたいとかって決めてたりするんでしょうか。まあそれはこのあと、他の方も交えて相談していくことにはなるかなと思ってますが、はい、対面だったら、より内容をもっと盛れるだろうなと思いますね。リモートなので軽くしたところは若干あるので。はいはい <laughs> 確かにリモートかで研修やり取りするの結構大変ですもんね。はい。ありがとうございます。